はいどうもこんにちは。今回は牡蠣の宴の紹介です。過去にプレイしたことがある人はご存知、ヨーロッパエアリアルゾーンが帰ってきました。内容はほぼ同じで、宝箱と防具の条件がちょっと違うだけって感じなんですけど、まあ今話してる内容もほぼ同じになっちゃってます。はい、まあ流れとしては、最初にヨーロッパエアリアルゾーンについて、クエストについては飛ばすんですけど、このイベントの肝となるヨーロッパエアリアルゾーンについては、まあ、今年初めてっていう人はいきなり放り出される感じになっちゃうんで、大まかな流れを紹介します。あとは隠された勝利の道のりですね。これがヨーロッパエアリアルゾーンで達成できるので、紹介します。で、次に防具の強化についてですね。で、前回は去年ですね、結構長くなっちゃったんですけど、今回もう少しコンパクトにできるかなと思います。はい、で今回はこの2つ紹介します。ではまずヨーロッパエアリアルゾーンから。スタートと同時に5分の制限時間が設定されるんですけど、その時間内にミニボスと呼ばれる敵を探して倒すっていうのを繰り返します。はい、この星マークのやつですね。で、終了と同時に現れるボスを倒したら、先ほど倒したミニボス分の宝箱が出現するので、今度は約1分40秒ぐらいですかね、で回収するっていう流れになります。で、宝箱の位置は固定なんですけど、まあ場所はランダムですね。個数に合わせてランダムに配置されます。で、ここからが前回との違いで、宝箱の位置がずっと表示されるようになったんで、初めての人はいろいろ動き回ってマップを把握していけば、徐々に効率よく回収できるようになるかなと思います。まあ、コツとしては、みんなと違う場所の宝箱を回収するのがいいかなと思います。被っちゃうとね、効率その分落ちちゃうんで。はい、ではマップの方をですね、紹介していこうと思います。まずは、ここ初期位置ですね。ここから一番最初わーって行って、ここにいるミニボスを倒すことになると思います。で、ここ倒したら、あとはもういろんなところにわーって散らばる感じですかね。はい、では、次にマップの読み方なんですけど、エリアの読み方なんですけど、ここが、街で、ここがモール。で、ここが工場で、ここが遺跡。で、ここが、車庫になってます。で、この読み方に関しては、後でまた紹介するんですけど、ヤドラレ兵が出てきた時に役立つかなと思います。で、次に宝箱なんですけど、まあ、これ実は去年のマップで、今年のとはちょっと違うんですけど、大体同じでした。なんで、把握さえしておけば、その近くにはまたあると思ってもらえれば、問題ないかなと思います。で、この濃いめの赤、アウトドア、外ですね。外側にあるんで、まあ、近くまで行ったら多分すぐ見つけられると思います。グランドインドア、これは建物の中ですね。この建物の中がちょっとややこしくて、まあ、分かりやすそうなところにあるにはあるんですけど、たまにね、このそこに向かう過程の中でちょっと入り組んでたりとかしてると、取る直前に行き止まりの部屋入っちゃったりとか、いろいろするんで、ちょっとややこしくはなるかなと思います。で、ルーフトップ、屋上ですね。屋上は、登ってしまえば見やすいかなとは思うんですけど、登るまでにちょっと時間かかりますね。ただ、この後紹介する、このテレポーター、ここら辺使えばもっと簡単になるかなと思います。ということで、テレポーター。テレポーターは、まあ、ワープできるんですけど、まあ、その場所が、A と B と C と D ってなってます。で、それぞれの飛び位置なんですけど、それもテレポーターエクジット、これ出口ですね。が、A からはビューンって飛んで、ここに行きます。で、B は、こっからビューンって飛んで、ここ。で、C は、こっからビューンって飛んで、ここ。で、D は、こっからビューンって飛んで、ここ。見てもらってすでにこう理解した人もいるかもしれないんですけど、それぞれ対照的な位置になってるんで、例えば、ここでミニボス倒しましたってなった時に、次のミニボスどこかなーってなって、ここでしたみたいな、まあ、屋上あたりだったりとかした時に、こっちからこう地味にスパロ乗っていくっていうのも手ではあるんですけど、もうすぐにこうテレポーターがあるんであれば、そこ乗っちゃえば一瞬でワープできます、ここに。なんで、あとはその近くのところに向かうだけっていう感じですね。はい。なんで、宝箱の位置はある程度ニュアンスを覚えとけば、あとは、まあね、最終的にずっと表示はされっぱなしになってるので、そこまで言うて覚える必要ないかなと思うんですけど、マップの雰囲気だったりとか、
あとはこのテレポーターの位置と飛ぶところは、押さえておくと結構効率よくなるかなと思います。はい。で、次は宿られ兵ですね。まあ、それぞれエリア紹介の時に言ってたと思うんですけど、まあ、町に宿られ兵が現れたとか、遺跡に宿られ兵が現れたとか、ってなった時に覚えておくと楽かなと思います。で、宿られ兵何の意味があるのっていうことなんですけど、まあ、プリズムの火ですね。勝利の道のりのプリズムの火にボス倒せってやつ。で、そこのやつが、で、ミニボス倒す時間が終わった後のボス、を倒した時にカウントされるのと、あとは宿られ兵のボス。この二つがカウントされるんで、で、道のりを達成させたい人は、覚えておくといいかなと思います。あとは、まあ、宿られのボス倒した時にクレートも一個増えるのかな。はい。まあ、そんな感じです。マップの紹介は以上です。で、最後に、カキの宴の勝利の道のり、一つシークレット扱いになってると思うんですけど、これはヨーロッパエアリアルゾーンが始まって左側の裂け目が見えると思うんですけど、そこに向かいます。まあ、時間帯によっては見づらいかもしれないんですけど、下を見た時に木があると思うんで、それを目印に降りていけば分かりやすいかなと思います。で、降りていって奥の方に進んでいくと、猫の石像があります。で、トランスマットに触れちゃうと、地上にワープしちゃうんで気をつけてください。はい、ここですね。この場所で餌をあげることで達成できます。報酬としては、夢見の都市でのみ手に入れられるショットガン、再起される物語を入手することができます。多分これランダムパークですね。はい、ヨーロッパエアリアルゾーンについての大まかな紹介は以上です。次に防具ですね。これは手に入ればある程度把握できるかなと思うんですけど、クラスによる違いだったりとか、あとは自分なりにこうしたら効率良さそうとかっていうのもあるんで紹介していきます。去年の動画で参考にしてたサイトも今年用に更新されてたんで、見たい人は概要欄にリンク貼っておくのでご覧ください。また今年はツイッターでシンさんがわかりやすいまとめ方してたので、それを参考にしました。こちらも概要欄にリンク貼っておくのでフォローしちゃってください。で、V の項目を紹介する前に、仕組みの方ですね、先に伝えておきます。防具は各 V ごとに達成させる項目があるんですけど、それらを全 V 達成すると、次のランクに進化する流れになってます。まず最初が手直し済み。これレアですね。で、次にレジェンダリーのマジェスティック。で、最後にレジェンダリーの極上となってます。で、これ注意点なんですけど、マジェスティックを完了させるところまで、極上に行くところまでですね。まではエレメントオブ収集の項目があるんで、7月4日のイベント終了までに完了させておきましょう。で、極上は、これいつでも OK ですね。イベント終わってからでも、完了させることはできます。で、また3キャラやる予定の人、あとは3キャラいるけど1キャラだけでその後億劫だなっていう人向けにちょっと伝えておきたいんですけど、レア装備が終わって、マジェスティックになると、2キャラ目のレア装備が2倍、3キャラ目は3倍といった感じで、進行度がどんどん上がるので、意外と楽に感じると思います。あとはこれ極上だけなんですけど、3キャラ極上装備、マジェスティックが終わった直後ですね、の極上装備を持っていれば、達成項目が共有化されて同時に完了できるようになるので、3キャラマジェスティックの完了まで進めたら、国上を同時に終わらせるっていうのが一番効率的になるかなと思います。はい。では、手直し済み、レア装備ですね。の方を紹介していきます。まずはヨーロッパエアリアルゾーン関連ですね。これはヨーロッパエアリアルゾーン1回行けば済むっていうのが一つと、あと、カキパッケージ10個。これに関しては、カキの鍵のかけらが、1個で15個必要なので150個必要になります。で、次に PVP 関連だと、クルーシブルかギャンビットでガーディアンキル。これが30ですね。これちなみにアシストキルも OK なんで、まあ、アシストって考えると普通のクルーシブル行った方が効率いいんじゃないかなと思います。で、PVE 関連。これフィニッシャーで倒すが20回。丸々を切る。ウォロだとカバル。ハンターだとフォール。タイタンがハイブってなってます。で、次に PVP でも PVE でもどっちでも OK っていうのが、エレメントオーブを回収が200個。
で、プレイリストアクティビティの完了が1回。これは、アクティビティはストライククルーシブルギャンビットなので、どれが1回でもいいから終わればいいって感じですね。で、プレイリストアクティビティで〇〇のエレメントを回収。ウォルだとボイドかステーシス。ハンターだとソーラーかステーシス。タイタンだったらアークかステーシスってなってます。で、スーパースキルで敵を倒す。これが50回。で、光のオーブの回収が50個。精密スキルが100ってなってます。ものによっては、スーパースキルだったりとか精密スキルっていうのが戦闘員を倒せみたいな感じになってるんですけど、これ PVP、PV 両方確認したんですけど、両方カウントされてたんで、こっちの項目に入れました。で、惑星系ですね。パトロール。これパトロールが1回と、公開イベント2回。これは英雄化してもカウント1でした。なので、普通のでも全然問題ありません。で、失われたセクターが3回。あとは自由探索中、あれですね。逆にストライクとかじゃカウントしなくて、ヨーロッパデッドゾーンとか、ネスススとか、そこら辺で、エレメントオーブを回収っていうのが100個ですね。ウォロだとアーク、ハンターだとボイト、タイタンだとソーラーってなってます。で、進め方なんですけど、まず基本的にはどれでもいいかなと思います。ただ、効率的なこととか考えるんであれば、まずは場所が限定されているものを優先的にやっていくのがいいかなと思います。ヨーロッパエアリアルゾーンだったら火器パッケージの収集が10個必要ではあるんですけど、まあ、敵がランダムなので、もうウォーロックだったらカバルが出たらラッキーぐらいな感じで進めていって、で、その後 PVP 関連、ガーディアンキル、これを進めながらエレメントオーブの収集したりとか、で、それでガーディアンキルは終わったけど、エレメントオーブがまだだなと思ったら、今度は PVP か、PVE をどちらかを自分が好きな方を選んで、改めてエレメントオーブの収集をしていくと。で、その時でもまた敵がカバルだったら、まあ、ウォルクの場合ですけど、カバルだったらラッキーみたいな感じでやっていって、で、最後に惑星のパトロール。ここで、またカバルキルが終わってなかったら、失われたセクターとか、公開イベントでカバルが出てくる。ものを選択して自由探索中のエレメントオブ収集をするみたいなって感じやっていけば、まあ、場所が限定されてるものをさえね抑えていけば、ここじゃなきゃ進められないっていうものの中で、あとはどこでもいいものを混ぜていくと結構効率的になるかなと思います。まあ、レアに関しては特にここでっていうのはないかな。進めなきゃいけないところを進めながらやるのが多分レアの効率的な方法かなと思います。それでは次にマジェスティック。これは指定された条件こそ多いんですけど、基本的にレアと考え方は同じなので、いろいろ省いて紹介します。で、とりあえず手こずりそうな項目だけ。〇〇のサブクラス使用中に近接キル。ウォーロックがソーラー。ハンターはアーク。タイタンはボイドですね。で、これはプレイリストアクティビティで集めるエレメントオブ収集と同じ属性になるんで、それと合わせて近接も進めるのがいいかなと思います。で、オーブ収集が先に終わったら、残りの近接キルは、フィールド上の敵を適当に近接で倒しまくって、終わらせちゃいましょう。ちなみに、チャージされてない普通の近接でもカウントはされます。なので適当に引っ叩いちゃって大丈夫です。はい、で次に、各クラス別で強力な戦闘員キル。これが50ですね。ウォーロックがホールン、ハンターはカバル、タイタンがハイブとなってます。でこれがね結構厄介かなと思います。ただこれだけを重点的にやると逆に時間かかっちゃうんで、まずはボスが召喚される前にヨーロッパエアリアルゾーンのミニボス5体を倒すっていうのを3回、やってからがいいかなと思います。で先ほどレアでも話してたウォルダとポールンが敵だったらラッキーみたいなやつですね。それをここでやって、であとはクルシブル以外になるんですけど、プレイリストアクティビティ、ストライクかギャンビットで〇〇のエレメントオーブを回収。これ100個。これもラッキー狙いでって感じですね。で、これらを完了させてから、あとは残りをクラス別に、紹介します。エウォロならエウロパのイベントか、戦場の完了。これ 100% ですね。エウロパのイベントってなってるんですけど、実はこれ公開イベントどこでもいいんで、それで 20% ずつかな、増えるのが。そこで、ホールン系のものを進めていけばいいかなと思います。で、ハンターはエウロパのイベントか戦場の完了 100%。これウォロックと同じなんですけど、で、これは進行率 30% の戦場でカバルを倒すか、20% 進む公開イベントでカバル系のものをこなすかっていう感じになるかなと思います。で、タイタンなら、悲哀の祭壇か、オーバーライドの完了 100%。で、1ラウンド 5% しか進まないけど、確実に敗部を倒せる悲哀の祭壇に行くか、1回で 30% 進むオーバーライドに行くかっていうのがいいかなと思います。オーバーライドだったら 30% 進む上にラッキーが重なれば、
まあこれやってたら終わるかなっていう感じにはなると思います。進みが悪かったら最終的にヒアリの祭壇行くのもいいかなと思います。はい、マジェスティックはこんな感じですかね。まあ、でとりあえずあのグレネードキルも結構大変かなと思うんですけど、それに関しては解体業者付きの武器で敵をキルしながらグレネードを回復させて使っていくのがいいかなと思います。あとはエキゾ防具とかでグレネードが回復しやすいやつとかあると思うんですけど、まあ、持ってない人も新規さんの中にはいるかなと思うんで今回省きました。はい、で最後極上ですね。これはもうクラス別とかありません。それぞれ一回紹介します。で難易度達人かクロートのナイトフォールを完了、2位のレイド完了、これは夢見にある最後の望み、月にある救済の庭園で、エウロパにあるディープストーンクリプト、そしてガラスの間って感じですかね。で次に2位の迷宮の完了で、これはタワーから行ける予言とか、月から行ける奈落、あとは夢見から行ける砕かれた玉座って感じです。で次ですね、ライフリミットかオシスでガーディアンを倒すか、ナイトフォールとか、まあ、その他もろもろですけど、チャンピオンを倒す。これを15キル。で、最後に難易度の伝説か達人の失われたセクターの完了が3回。で、防具の紹介の最初の方で説明したんですけど、3キャラが極上装備を持っていると1回で3キャラ分進みます。はい、まあ、こんな感じで紹介は以上となります。まあ、ちょっと出すまで結構時間かかっちゃったんですけど、まあ、2キャラ目とか3キャラ目とかで、参考にしてもらったりとか、あとは新規さんがいるようであればこの動画紹介してもらったりとかすればいいかなと思います。はい、ぜひ参考にしてください。他にも分からないことがあれば、仕事中だとちょっと返事するのが遅くなっちゃうんですけど、極力早めにお答えしようかなと思うんで、コメント欄で質問しちゃってください。それではこの辺で終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンお願いします。それでは頑張っていきましょう。ではまた。